イオン上磯店は、北海道北都市七重浜4丁目にある、大型商業施設である。大英時代の店番号は0702。道内の大英グループの店舗では、百貨店の棒ニモリアに次いで2番目に大きく、道南では、最大の大英店舗である、地上1階建ての店舗。開業当初、ワンフロアの店としては、同社最大級の店舗面積を誇っていた。 ハイパーマートの9号店として、道内では、釧路店、北広島店、西岡店に次ぐ4号店としてオープンしたが、ハイパーマートのブランド消滅により、大英に業態転換した店舗である。主要店舗ではないものの多数の専門店が存在している。1990年9月に、大英が、上磯町に出店を表明。この出店表明に、上磯町の商工会は、 危機感を覚え、これまで存在しなかった上磯町、広域商業活動調整協議会を設置し、対応に追われた。1991年2月に、大英が大棚法三条申請を北海道通産局に提出し、審議が始まった。町側が反対していることもあり、審議は長期に持ち込まれると思われた。ところが反対の立場であった上磯町側が、 大型店舗を核に新たな発展を目指す考えを示したことが構想し、仮眠疎町広域商業活動調整協議会の決心は、大英の売り場面積を1500平方メートルカットした上で、ほぼ完全に認可された。この当時の開業初年度の年賞は60億円を見込んでいた。出店全店舗一覧は公式サイト、フロアガイドを参照。ありがとうございます。